お、モトスコにキャンプしに行きませんか？モトスコか。この時期なら人も少なくて落ち着いてるかもね。うん、どうかな。いいよ。やった。じゃあ計画立てるね。空いてる日教えて。楽しみだな。風も穏やかだし、しばらく焚き火なしでも大丈夫そうかな。まずは記念に写真写真。凛ちゃんも撮ろう。え？ああ、じゃあ撮るよ。デシコちゃん、最近キャンプ行きまくっとるなぁ。リンも楽しそうだね。斉藤が朝から起きてるなんて。今日めっちゃ寒いから気をつけろよ。うん、気をつけつつ、しっかり冬キャン楽しみます。何ニヤニヤしてるんだ。いや、これから明日の朝までキャンプだーと思ったら嬉しくって。まあ気持ちはわかるけど。りんちゃん、今日はいっぱいのんびりしようね。だな。りんちゃん、どうしたの？見て、富士山。いい感じに撮れた。ほんとだ！写真で見る富士山も綺麗だね。だな。私も後で撮ろうかな。富士山、大きいね。ほんと。なでしこは富士山好きだよな。うん、夜の富士山も今から楽しみだな。冬の日向ぼっこもおつですな。私はこのゆっくり暖かくなってく感じ好きだな。うん、なんだかのんびりするよね。でも、風は冷たいね。まあ、冬だからな。りんちゃん、真っ青といえば何？急にどうした？空が青いなーって思って。なでしこにとっては何？ブルーハワイ？食べ物か。今日は何読んでるの？モッシーリベンジだな。モッシー？知らない？モトスコに生息している巨大不明生物。これは、モッシーを探し続けた4人組の物語。都市伝説みたいなもんだけどね。お。
きいね。ほんと、なでしこは富士山好きだよな。うん、夜の富士山も今から楽しみだな。りんちゃん、あの人何してるんだろう。ああ、サーフィンだよ。でも、立ってこいでるよ。スタンドアップパドルサーフィンだったかな。つまり、立ちこぎボート。へえ、すごい！私もやりたい！すごい転び方しそう。そろそろ焚き火しようか。もうちょっと後でもいいかも。あ、じゃあ火起こしたくなったら声かけて。こんにちは。りんちゃんや、そろそろ何か飲まんかね。出たな、田舎のおばあちゃん。何にする？コーヒー。あ、お湯沸かすからちょっと待ってて。冬に入道雲は出ないでしょ。じゃああれは何雲？あれってどれ？ほら、あの飛行機雲みたいな雲だよ。飛行機雲だろ。お、リスだ。この辺だと、巻き集めに林に入るとたまに見るよね。例えば私、朝早く起きた時に聞こえてくるフクロウの鳴き声ってなんか好きなんだよね。ほうほう、ほうほうってやつ。うんうん。それ、フクロウじゃなくてキジバトだぞ。え、そうなの？そろそろ焚き火しようか。うん、焚き火しよう。うん。あーは、焚き火あったかいね。煙臭くなるけど、この暖かさには勝てない。夕方の富士山も綺麗だね。うん、さすが富士山。いつ見てもいいな。
がどうしたって？しりとりしよう、鹿。かなぷん。いい、りんちゃんの負け。あ、見て見て、モトスコがうっすら赤くなってるよ。あ、富士山の赤色が映り込んでるんだな。いいね。この方気になるなぁ。りんちゃん、ちょっと行ってきていい？ただいまー。こんにちは。お、リスだ。この辺だと薪集めに林に入るとたまに見るよね。そろそろ夕飯の準備しようか。うん、今日も作るよ、美味しいキャンプご飯。今日作るのはピリ辛スープカレー。まずは鍋ですりつぶしたニンニクと種を取り出した鷹の爪を焦がさないようオリーブオイルで炒めます。次に鷹の爪を取り出して水、コンソメ、一口大に切った野菜を加えて煮込み、柔らかくなってきたらルーを加え、もう少し煮ます。またこの間、卵を半熟に茹でておきます。最後に器に盛った雑穀ご飯にカレーをかけて、あらかじめ素揚げしてきた野菜と水菜、ミニトマト、ローストビーフ、先ほど取り出した鷹の爪と半熟卵を乗せたら出来上がりです。ご飯ができたぞよ。おお、うまそう。鷹の爪入りピリ辛ローストビーフカレーですよ。なでしこって何気に辛いの好きだよ。うちの家族はみんな辛いの大好きなんだ。調味料のハバネロパウダーをキロ買いしてるし。マジか。あれっていろんな料理に使えるんだよね。今度りんちゃんにも分けてあげるよ。遠慮しておこう。それじゃあいただきます。
でした、はあ、具沢山で美味しかった。本当？よかった。今度は違うアレンジカレー作ろうかな。なでしこ、よくメニュー考えつくよね。好きなんだ料理作るの。喜んでもらえたら嬉しいし。そっか。お、お菓子あるけど食べる？まだ食うのかよ。えひひ。ねえねえ、りんちゃん、お月様って何に見える？月。もう多少はペーソスを聞かせなきゃ。そもそも形じゃなくて模様がどう見えるかでしょ。あ、そうだった。ねえりんちゃん、夜になると波の音が大きくなってる気がしない？そうかも。周りが暗くなって音に意識がいくからかな。不思議だね。なんか水辺の方いい感じな気がする。行ってくる。暗いからあまり近づきすぎるなよ。ただいま。夜はやっぱり秘密結社ブランケット。秘密結社、表に出てきすぎだろ。うん、でも寒い中にブランケットってたまらない組み合わせだよね。ちょっとわかる。食後に一杯、何か飲まない？うん、飲む！あ、それで何にする？コーヒー。わかった。ちょっと待ってて。夜になって寝るまでのこの時間、なんか好きなんだ。ん？ランタンつけても暗いから本もあんまり読めないんだけど、その分他のものが見えるっていうかさ。それにこのキャンプ場、天気が良ければ夜でも富士山が見えるでしょ。今日も湖の向こうに。そう。だから、なんか好きなんだ。やっぱり綺麗だね、夜の富士山。お、今度はどうした？えひひ、寝る前にコーヒー飲んじゃった。ああ。
にしとけばよかったな。ううん、大丈夫。私結構ぐっすり寝れるから。何だったんだよ。わびさびってやつじゃよ。違うだろ。じゃあおやすみ。おやすみなさい。そろそろ時間だな。支度しようか。あ、リンちゃん、帰る前に一緒に写真撮らない？実はいつもとちょっと違うやつがありまして。え、そうなんだ。それじゃ撮るよ。どれどれ。おお、いい感じだな。じゃあ帰るか。そうだね。また来たいな。え、なんか言った？なんでもない。また来ようね、リンちゃん。360度カメラ持ってたっけ？先生の妹さんが貸してくれたんだ。めっちゃ綺麗に写っとるな。私もキャンプ行きたくなってきたよ。よし、グルキャン計画するか。いいね。シマリンはどうする？行こうよ、リンちゃん。考えとくよ。ゆるキャンバーチャルキャンプ元栖湖編。